早瀬富士山会見の要約。監督やコーチ、選手は静岡球団を意識した組閣づくりを目指している。最多セーブ賞受賞者、通算1000安打以上放った方。メジャー経験者ら、5から10人まで絞り込み、交渉中。球団名、チームカラー、ロゴなども決まっていない。選手は45人程度を想定。11月3日、11月4日に清水井原球場で独自のトライアウトを実施予定。年齢制限は設けないが書類審査はある。1時2時。NPB を目指す若手が夢を目指すチーム、静岡で育ち育つ。その際に元 NPB であればシーズン中の他球団への移籍金銭トレードは可能だが、ドラフトにかかっていない選手はシーズン後のドラフトで指名されることが必要。岩瀬監督か。岩瀬は無理やろ。武田久志とか小浜さあたりになるんちゃうか。千本は石川内野手とか平田クラスになるやろ。平田か。増井と石川と誰や。静岡出身やろうから増井と石川か。増井は全盛期坂手とかと追ってるし、最多セーブ取ったことないぞ。牧田和久は静岡県焼津市出身の元プロ野球選手。監督は大ちゃんちゃうんか。増井石川牧田やん。牧田は選手でいけるだろ。知らんけど、中継ぎで消耗しきってるであろう増井と牧田が現役復帰するかな。監督誰やろ。石川は普通にありえそうだな。静岡出身だしアメフトかなんかやってて、アスリートとしてはまだ引退してないんだろ。だから赤堀やんけ。西武王で静岡出身。赤堀は一軍コーチで需要があるから可能性は低いかと。どっかで漏れてなかったか。監督は赤堀やろ。監督赤堀なんか現場に興味ないかと思ってたけど楽しみやな。チームカラーは青、紺以外にしてほしい。新緑や紫に白とまでは言わないけど、できる限り今多い色じゃないの。静岡だからお茶の緑色。新規球団なら地域密着にしないと成功しようがないしな。何にも決まってないのに何の会見したんや。